サー・サイモン・ウィーゼンタールはドイツのナチス政権下時代の先般の追求者として知られるオーストリア人ユダヤ教徒である。名はドイツ語風にジーモンとも表記される。サイモン・ウィーゼンタールと表記されることもある。オーストリア・ハンガリー帝国領がアリツヤ地方のブチャチに生まれた。当時、彼の名前はシマン・ィーゼンタルと綴られている。地元のルブフ工科大学への進学を希望したが、 ユダヤ人入学枠の制限から入学できず、チェコスロバキアのプラハ工科大学に進んだ。大学では建築家を志して勉強しており、1936年に妻と結婚した。まもなく1939年3月に、反ユダヤ人を唱えるアドルフ・ヒトラー率いるドイツによる、チェコスロバキア併合が行われたが、同年に大学を卒業した。 ルブフゲットを1939年9月に第二次世界大戦が始まるとオデッサでエンジニアとして働く。しかし1941年にルブフゲットに、またその後ドイツ政府のユダヤ人迫害政策によって強制収容所に収容され鉄道作業員として働かされた。その後ビーゼンタールは1942年以降強制収容所で ドイツ政府により母をはじめとする家族を失ったほかビーゼンタールと夫人の親族のうち、計89人が、ホロコーストの犠牲となった。しかし自身と妻は、虐殺を逃れ強制収容所を移され、その後1945年5月のアメリカ軍によるマウトハウゼン強制収容所解放まで生き残ることができた。マウトハウゼン強制収容所から解放された際、 その体重は4 1ラムに減っていた。マウトハウゼン強制収容所から解放された3週間後、ビーゼンタールは監視とゲシュタポのメンバーを逮捕すべく行動を開始した。また1945年7月にはマウトハウゼン強制収容所がソビエト連邦による占領下に置かれたため、本拠地をリンツに置き、アメリカ軍の先犯調査室と共に調査を始める。 ヨーロッパにおける戦争裁判が落ち着きを見せると、1954年に、一旦、ビーゼンタールの資料もイスラエルに置かれるが、ウィーンに本拠を置く、ユダヤ人迫害記録センターは、アルゼンチンやブラジル、チリなどの南アメリカ諸国や、エジプトやシリアなどの中東諸国、そしてそれらを仲介するスペインやポルトガル、イタリアを中心に、世界中に逃亡した。 ナチス政権下のドイツ人犯罪者の捜索に動き出した。裁判時のアイヒマンなお、ナチス政権下のドイツ人犯罪者は、戦時中よりドイツに協力的で、そしてその後も反共産主義という共通点のあった、バチカンやフランシスコ会スペインの反共政権、そしてドイツの元軍人のみならず、現役の西ドイツの政治家や官僚などの協力のもとで、 南アメリカやアラブ諸国に逃亡していた。しかしビーゼンタールは、その行動力と情報網を駆使し、多くのナチス政権下のドイツ人犯罪者の逮捕に、関与した。その中には、アンネ・フランクを強制収容所に送り込んだ、シュタポタイン員であったものの、戦後は、オーストリアの警察に復職していたカール・ヨーゼフ、ジルバー・バウアー、ソビボル強制収容所の監守で、 ブラジルに逃亡していたグスタフ・アグナーなどが含まれる。そして、ドイツ人科学者を雇いミサイルを作るエジプト、イタリアを中心とした、反共政治家や軍人、マフィアなどからなる組織である、ロッジピーニなど、冷戦下において、数多くの妨害を受けながらも、マルティン・ボルマンや、ヨーゼフ・メンゲルなどの大物戦犯を追い続けた。また死んだと思われていたアドルフ・アイヒマンが、 1950年代にブエノスアイレスで姿を確認されたと西ドイツの検事のフリッツバウアーが確認したが、西ドイツ政府はこれを拒否。ビーゼンタールに情報を提供すると共に捜査を依頼した。その後、ビーゼンタールがアイヒマンの写真を入手してイスラエル情報特務長に情報を提供し、1960年5月にアルゼンチンに潜伏中のアイヒマンの逮捕に貢献した。 また、ビーゼンタールは1970年代にオーストリアでブルーノ・クライスキーが内閣を組閣する際、数人の大臣が過去にナチス党員だったことを指摘した。これに対してクライスキーは自身がユダヤ人だったため、ビーゼンタールを身内の悪口を言う人として非難した。観葉博物館1977年にはアメリカ合衆国のカリフォルニア州ロサンゼルスに 観葉博物館が設立された。これは、ホロコーストの記憶を風化させないための施設とされている。この博物館の運営団体として、マービン・ハイヤーによって設立された組織は、世界のユダヤ人の人権を守る運動を行う、組織としても活動している。この組織は、ウィーゼンタールを検証して、サイモン・ウィーゼンタール・センターと名付けられた。ウィーゼンタールは命名料などの支払いを受けたが、 組織の運営などにはほとんど関与できなかった。1986年にはノーベル平和賞の候補に上がるも受賞は逃した。しかし、1992年にはエラスムス賞を受賞している。2003年4月にビーゼンタールは引退を発表した。私は生き残ったすべての犯罪者を見つけ出した。もし生き残っている者がいれば、彼らは年を取り過ぎて今裁判を受けることは、 できないだろう私の仕事は終わったと語った。ビーゼンタールによれば、当時まだ生きているとされていたただ一人のオーストリア人戦犯はアイヒマンの片腕だったアロイス・ブルンナーでシリアに潜伏していると言われていたが、2018年現在、すでに死亡したと見られている。ビーゼンタールの引退後の2004年2月にイギリス政府は人間性のための一生の法師に対してという名目で ビーゼンタールのこれまでの活動をたたえて、ナイトの称号を与えることを決定した。また、フランス政府からは、レジオンドヌール勲章を送られている。2005年にビーゼンタールは、ウィーンの自宅で老衰で死去した。96歳であった。生涯で、約1100人のドイツを中心とした、ナチスト員インの犯罪者やドイツ軍の戦犯の逮捕に貢献したと言われている。 ビーゼンタールの訃報を聞いたイスラエルのモシェカツァブ大統領はビーゼンタールをこの世代の最も偉大な投主と呼んで称えた。アイラ・レヴィンの小説ブラジルから来た少年の登場人物のヤコフリーベルマンはビーゼンタールがモデルとなっている。またフレデリック・フォーサイスの小説オデッサ・ファイルでもドイツ人ジャーナリストに情報を与える役で登場している。ありがとうございます。